ゴベリニックスとはフリーかつオープンなソフトウェアオペレーティングシステムであり、その最も有名な特徴としては、伝統的な Linux ファイルシステムの再構成が挙げられる。ほとんどの UNIX 系システムと違い、ファイルシステムヒエラルキースタンダードに準拠しないため、ゴベリニックスシステムの各プログラムは、自身のファイルをすべて発見できる、独自のサブリーレクトリツリーに格納される。このため、 プログラム風に固有のファイルとライブラリーは全てプログラムス風に格納される。ゴベリニックス開発者はこれによってシステムがより綺麗になるとしているゴベリニックスのファイルシステム階層構造はほとんどのユニックス系オペレーティングシステムで採用されている伝統的なファイルシステム階層構造からの根本的な脱却を象徴している。 伝統的なファイルシステム階層構造とは特定の種類のファイルを共通の標準サブディレクトリにまとめて格納する階層構造でありパッケージ管理システムはどのファイルがどのプログラムに属しているかを追跡するためにこの階層構造を使用する。ゴベリニ n クスにおける各プログラムのファイルは各プログラム専用のサブディレクトリに配置される。ゴベリニ n クスの作成者は ファイルシステム自体がパッケージデータベースであると言っており、ゴベリニックスパッケージシステムはパッケージデータベースとしてファイルシステム自体を使用する。これによってより簡単でより散らかりにくいディレクトリツリーを生成することが可能だと言われている。ゴベリニックスは伝統的な Linux ファイルシステム階層構造と完全な互換性を維持しながら、 これを完全に達成するためにシンボリックリンクを使用し必要に応じてゴボヒデと呼ばれるカーネルモジュールを使用する。コベリニックスの作成者らは自らの設計により伝統的なファイルシステム階層構造からの脱却というモダニズムだけではなくそれ以外のモダニズムも導入されると発言している。このようなモダニズムの例としては類似の伝統的ディレクトリ間における 若干の区分けを排除することが挙げられる。コベリニックスの設計者は、設計にモダニズムが導入されることで、他のリナックスディストリビューションよりもシェルスクリプトの破壊が少なくなることが多いと主張している。コベリニックスではユーザーが同じプログラムの異なるバージョンを同時にインストールすることができる。さらに存在しないファイルへの参照は単に壊れたリンクとなり、 結果としてアクティブにならないためゴベリニックスはパッケージ管理インデックスがファイルシステムと必ず同期すると言われているさらにゴベリニックスのファイルシステムを変更することでシステム V や BSD スタイルのイニットシステムを使用しない全く新しいブートシステムのような既存のものとは異なる新システムを導入できるファイル階層構造のスクリーンショットゴベリニックスの 設計は NEXT STEP、ATEOS 及びビ i のような初期のシステムに影響された。これらのシステムはすべてユニックスとの互換性をかなりの程度まで維持しながら独自のファイルシステム構造を採用したものである。コ o リ e Linux 3のルートにはプログラムス、ユーザーズ、システム、ファイルズ、マウント、デポの6個のディレクトリが存在する。それぞれの内容を以下に示す。 コンパイルはソースコードトルボールのダウンロード、回答、コンパイルとそれらの結果として得られた実行可能コードのインストールをレシピスとして知られる単純なコンパイルスクリプトを使用してすべて一つのコマンドで行うプログラムである。コンパイルシステムはフリーブスドポーツコレクションを基盤とする言頭のポーテージシステムとやや類似しているところがある。しかしながらポーテージは ファイルシステムヒエラルキースタンダードと互換性のある伝統的なファイルシステム階層構造用に作られている。一方コンパイルはゴベリニックス独自のファイルシステム階層構造の効能をパッケージ管理の領域に拡張する。このためゴベリニックスではファイルシステム自体がパッケージ管理データベースの一種として自ずから役立つことになる。コンパイルプログラムは ゴベリニックスバージョン011に導入された。それ以前は、現当のパッケージ管理システムをゴベリニックスに移植し、ゴボポティッチという名前のもとに sourceforge.net プロジェクトとして、その移植を開発することについての議論があった。コンパイルのその他の機能を以下に示す、ゴベリニックスの階層構造では、ファイルは、 シンボリックリンクを使用してシステムインデックスをルートとするインデックスライクな構造で機能的カテゴリーに分類されている。すべての実行可能ファイルはシステムインデックスビン配下にアクセス可能であり、すべてのライブラリーはシステムインデックスリブ配下にアクセス可能であるなどといった具合である。これによりユズに格納される特に重要ではないファイルと ルートディレクトリのサブディレクトリに直接格納される、極めて重要な緊急ファイルとの間に生ずる区分けの、ような、ファイルシステムヒエラルキースタンダードの伝統的区分けの、多くは排除される。コベリニックスの開発者らは、これらの区分けはかつては大変有用であったが、コベリニックスのスキーまではもはや必要ないと、主張している。一般的なユニックスディレクトリのほとんどとコベリニックス、 ツリーートを関連づけるシンボリックリンクが存在するため、エトセトラ、バリエーション、ログ及びユーズ、ビンのような期待通りのディレクトリを見つけることができる。これらのシンボリックリンクはシステムインデックスツリー内に存在する機能的に同等なファイルを指し示しているため、伝統的に決まっているパス名は正しく解決される。これらのユニックスと互換性のあるディレクトリは、ご呂比では、 Linux に隠しファイルのサポートを実装するためのゴボヒデと呼ばれるカスタムカーネル修正を使用することでビューから隠蔽されている。ゴボヒデは美的利用のみに使用されるためオプション機能である。BSD スタイルやシステム、V スタイルのイニットを使用するほとんどの Linux ディストリビューションと異なり GoBerlinux は独自の初期化手順を使用する。システム、セッティングス、 ブートスクリプツには、ブート手順の全体について命令するファイルがいくつか存在する。システム、セッティングス、ブートスクリプツに含まれる、ブーチュープとシャットダウンは、それぞれシステムブートやシャットダウンを行う。加えて、システム、セッティングス、ブートスクリプツにはシステムを初期化する、様々な方法を指定するための、ランレベルスクリプトを定義することもできる。ランレベルスクリプトは、 ブートローダーメニューから制御できる。システム、セッティングス、ブートアプションスファイルは、スクリプト以外のファイルから場所固有の設定を分離する。アプリケーション固有のタスクは、システム、タスクズから見つけることができ、これらは、ブートスクリプトと呼ばれる。リリースは、八進法を基盤とする表記で番号付け、される。著者によると、八進表記であれば、 多くのフリーソフトウェアのバージョン番号でよく見受けられるように先頭にゼロをつけることができ、さらに1999年の Linux Distribution に発生したバージョン番号競合に対処法できるためにこのスキームを選んだとのことである。10進数として読む場合に8進数を使うと当然のことながら8リリースごとにバージョン衝突が発生する。リリースの中には 他のリリースよりも安定しているものもあるという意味合いを避けるためにバージョン0.13までコベリニックスはポイントリリースを作成しなかった。この伝統はバグ修正に焦点を当てた0.14のアップデートであるバージョン14.01で破られた。コベリニックスは公式には X86 から64用のみが作成されており I386 への移植を行うプロジェクトが 存在したが、休眠してしまいその移植は、不完全なままである。コベリニックスの移植は、アームアーキテクチャやスパー派といった組み込みアーキテクチャのために作成され、移植作業は、ブートストラッペというツールで容易に成し遂げられた。このツールは移植作成を自動化するため特別に開発されたものである。ありがとうございます。